ドカビリーミュージックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんばんは。いつも見てくれてありがとうございます。今回は、ストレイキャッツのサムシングエルス。1981年に、モントルーで行われたライブバージョンをコピーしましたよ。今回は苦労してたよな。ギターソロなんて、ほとんど即興だからね。さすがに、楽譜に書きながら音を拾いましたよ。お疲れ。でも、弾いてて分かったことがあるんだけど、あの頃のブライアン師匠の弾き方は、勢いがすごいんだよね。今は、どんなに高度な弾き方でも、余裕があるよな。一体、何を食べたら、あんな風に弾けるんですか？ご本人様からのコメントよろしく。来るかな？来ないと思うぞ。だよね。さて、今回は少し、特殊な弾き方を紹介しますね。おう、それはどんな弾き方だ？それは、すべての弦をかき鳴らしているように見えて、実は、特定の音しか鳴らしていない、という弾き方です。そんな弾き方があるんだな。そうなんです。こんな風に、人差し指のこの部分で、他の弦に軽く触れてミュートします。そうすることで、押さえている音以外は出なくなります。なるほど。これはかっこいい。それでは、実際に弾いてみます。いかがだったでしょうか？この弾き方は、何かコツはあるのか？そんなものは、ない。え？もう、勢いだけです。むしろ、勢い以外はいらない。そんなものクソくらえ。何がテクニックだ。そんなこと言ってるとぶっ殺すぞ。さて、それではスローバージョンでございます。お前は二重人格かなんかか？行ってみよう。おい。
ったでしょうか？確かにこの曲は、テクニックよりも勢いだな。そうでしょう？やっぱりテクニックなんておいそ、やめろ。そんなわけで、キキさんのオリジナル曲も、よろしくお願いしますね。唐突だな。Spotify や iTunes などでも聴けるので、ぜひ、ウェブ検索してみてください。がっかり宣伝しやがった。それでは、今回はこの辺で、グッドボタンと、チャンネル登録、よろしくお願いします。脂肪を掴んでやる。甘い顔してたけど、絶対許さないわ。